上教室小学校の時に通ってたのもあって、そこでその時はすごく走るのが単純に楽しいって思ってたんですけど、それをやって楽しいと思って、でまあお母さんがもうすごいので私もどれだけできるのかなって思って、中学校3年間だけならってすごく軽い気持ちで始めたっていうのが正直なところですかね。はい、今年に入ってラストスパートを切り替えるっていうところを結構重点的にやってきたので、そこが大会では出せたところが大きいかなと思います。調子が良かったらもしかしたらっていう区間賞を取れるっていう可能性もあると思っているので、そこを目指して頑張っていきたいと思います。